はい、今からカットの前のパーマの前のカットします。眠れないことないですか？眠れないっていうよりね、うん、朝ね早く目が覚めちゃいますね。ああ、うん、だからねずっと、うん、で 寝ていられる時もあれば、はい、ちょっとね、3時ごろ目が覚めてうつらうつらしちゃう時とかね、はい、ちょっとありますね。私この10日ぐらいね、よく眠れなかったんですよ。あら、だからそれでね、ちょっと胃が重くなっちゃってさ、これ胃が悪いんかなと思ったり、いろいろ考えて、お医者さん行ったんですか？行かない。で、治ったんですか？うん、それでね、うん、昨日の朝か、ふっと体温めるには、ちょっと厚めのお湯です。ちょこちょこね、海水入るといいんだなってことを思い出すんですよ。で、朝、サドリ温泉行ったんで、それで今までは入っても3回だったんだけど、1回増やして、温まってた。そして行ってきたらね、体が良くなったんですよね。あ、じゃあ冷えてたんですかね。だから背中とね、首筋張っちゃってた。うん、だからね、結局背中張るでしょ、うん、こっから張っちゃうから、胃が動かなかったんですよ。あ、だから食事が取れないわけね、で昨日スカイテレビ行って、温まってっていうのを5回繰り返した。そうしたらね、夕方寝れた。ああ、そう、温泉だとそういうのが ね、自分のうちのだとそれはできないけれどね。いや、私はね、ちっちゃなあのホカロンがあるじゃないですか、はい、あれを、冬になると布団の中に入れといて、それをあちこちに動かしてます。はいはい、で、ちょっとよく眠れない時は、お腹の辺とかに、はい、パジャマのポケットにこう入れといたりとか。はい、なんかだからね、体重が。あ、食べられない。だから2キロちょっと落ちたんですけど、でも、徐々にじゃなくて急に食べられなくて2キロっていうのだと心配になっちゃいますよね。ねえ、だってダメなの、胃が動いてないからさ、食べてかないんだもんね。あ、気持ちが悪くなるっていうんじゃないんですか？気持ちが悪くなるはならないんですよ。そういうんじゃないんですよね。ただ食べたくないだけ。そうそう。だから結局ほら、背中張っちゃうでしょ。ということで、もう胃の上から張ってるから、ダメなんですよね、もうね。ああ、そうすると、お腹が空かない。空かない。そうです。じゃあ食べても、もしお昼ならお昼食べても、はい、ちょっと食べたらお腹がすぐいっぱいになる。そうですね。はい、カット終わりました。これからパーマかけます。